日本は食品ロス大国ということでございまして、年間なんと612万トン出ているということでございます。家庭から出る食品ロスは 46%、 事業系が 54% なので、実は半分ずつだったりとかします。どれだけすごい数字かと言いますとですね、世界の人が世界の人を救おうとして集めた食べ物、それが年間390万トン。日本は 1.6 倍ほど食品ロスを出しているということでございますね。安売りだからとりあえず買っとこう、で食べなかったら捨てようというのを一回なくした方がいいかなと思います。1つ300円のものが2つだったら500円、あらこっちの方がお得なのかって買って結局食べなかったとしたら、それは食品ロスにつながるので、自分の食べられる量だけ買うということはとても大切だなと思います。もう瓶のままに入っている、ピクルスだとかオリーブだとかするんですけど、やっぱり一回試しで買ってみて、ちょっと調理をする、背伸びの食品ロスだと僕は思っているんですけども、その後使いようがないのでそのまま取っといた、引っ越しの時にそのまま捨ててしまおうみたいな、これはもちろん違反ゴミでもありますし、食品ロスを生んでいるということになります。市役所だとか区役所みたいなとかとフードドライブというものがございましてですね、ちょっとこの食べ物は持っていけない、でも賞味期限はある、このまま捨てるのはもったいないっていうものがあれば、お問い合わせをしてフードドライブの方に持っていけば、そこからまた渡されたりとかするので、ぜひ利用してください。はい、我々ゴミ清掃業界ではですね、 3R というのを推奨しております。リデュース、リユース、リサイクルということでございまして、この 3R に僕はもう一つ R を加えたいなと思っております。最後の R はリスペクトということで、このリスペクトがあればゴミ問題のあらゆるものが解決するんじゃないのかなと思ってます。例えば食べ物に対しても、これは誰が作ったんだろうと考えてみたりだとか、こういう風な捨て方をしたら作った製造過程の人が悲しむんじゃないのかなって考えたりするのも一つのリスペクトだと思います。皆さんに、覚えてほしい言葉が一つあります。それはですね、ラストロングという言葉でございます。単純に、訳すと、持ちがいいみたいな、長持ちみたいなことの、ニュアンスなんですけれども、実はこれはアメリカの一つの思想でございましてですね、ラストロングというのは愛しているものならば命なくなるまで使うという一つの思想なんですね。買う時にこれは愛せるものだというふうに思い入れを込めて買うということですね。で、思い入れを込めて買ったものであれば命なくなるまで最後まで使うという思想でございます。これを僕は日本で流行らしたいなと思っております。